こんにちは、ボーノです。今回はマジックビットという新しいマイコンボードを提供していただいたので、サンプルコードを使っていろいろと遊んでみました。最初に結論を言ってしまうと、かなりオールマイティに使えるマイコンボードになっているので、ボード選びで迷っている方は選択肢の一つになってくるかなと思います。ぜひこの動画を参考にしてみてください。まずマジックビットとは何かについて紹介します。マジックビットとはスリランカのスタートアップチームが開発した六角形の形が特徴のマイコンボードで、2022年8月から9月にかけて幕開けでクラウドファンディングを行い、見事目標金額を達成しました。このボードの最大のアピールポイントは、なんといってもこれ一つあればオールインワンであらゆる工作に対応できるという拡張性の高さです。公式サイトではゲームやラジコン、ロボット、IoT など実に50種類以上の工作に対応できると謳っています。これだけ幅広い開発ができる理由は、センサーやディスプレイ、通信機能があらかじめ搭載されているだけでなく、スマホアプリや動くロボットカーなど、より拡張性の高いモジュールまで網羅的に提供されている点にあります。似たようなコンセプトのボードは他にもマイクロビットとか M5 スタックとかがあると思いますが、それらと比べてもやはり応用範囲という意味ではマジックビットの方が幅広いんじゃないかなと思います。そしてもう一つのポイントは、初心者でもすぐに開発を始められる手軽さにあります。ハード面においては、先ほど話したようにあらかじめいろんなモジュールが搭載されているため、このボードセットを一つ用意すればすぐに開発をスタートすることができます。そしてソフト面においてもしっかりと初心者向けの配慮がされていて、今ではすっかり定着した子ども向けの開発環境スクラッチをベースにしたマジックコードや、プログラミング不要で IoT 開発によく使われるノードレッドをベースにしたマジックブロックスなど、すぐに開発をスタートできる環境が用意されています。そしてもちろんコードをバリバリ変えていきたいという人のためにも、 Arduino や Python による開発もできるので、中上級者のニーズにも応えることができます。以上の特徴をマイクロビットや M5 スタックと表にまとめてみました。マイクロビットや M5 スタックも、十分いろんな機能が実装されているんですけど、マジックビットはより一層充実させたものだということがわかるかなと思います。次に試しにサンプルコードを使って遊んでみたので、いくつか事例を紹介したいと思います。なおここでは開発環境としてビジュアルプログラミングのノードレッドがベースになっているマジックブロックスをチョイスしました。ノードレッドはその名の通り、ノードと呼ばれるパーツをつなぎ合わせてプログラムを作っていきます。基本的にテキストのコードは書く必要がなくて、画面左側のパレットと呼ばれるスペースにあるノードを作業スペースにドラッグ&ドロップしていって、レゴを組み立てるような感覚で楽しく組んでいくことができます。また操作用の画面のインターフェースも簡単に作ることができるのが特徴です。まずはブラウザからお決まりのハローワールドをマジックビットのディスプレイに表示させてみましょう。パレットにあるダッシュボードからテキストインプット、マジックビットの中にあるディスプレイをドラッグ&ドロップし、その間を線でつなぎます。このダッシュボードというのはブラウザ上で配置できるユーザーインターフェースのパーツを集めたもので、これらを使うとそれっぽいアプリケーションを簡単に作ることができます。テキストインプットをダブルクリックして、新規に UI グループと UI タブを追加していきます。次にディスプレイのデバイス ID の中から接続したいマジックビットを選びます。ここでディプロイを押すと Wi-Fi を介してプログラムがマジックビットに書き込まれて実行されます。ダッシュボード画面を開いてハローワールドと打ち込むと、これも Wi-Fi 経由で指示が伝わって、約1秒後くらいにディスプレイに表示されるのが確認できます。次は超音波センサーを使って距離をブラウザ上に表示させてみます。パレットからインジェクト、ウルトラソニック、ゲージの3つのノードを持ってきて線でつなぎます。そしてまずはこちらのインジェクトのノードを開いてペイロードを日時にしておきます。ちなみにペイロードは聞き慣れない言葉ですけども、データの本体のような意味合いになります。そして繰り返しを指定した時間間隔にして、
時間間隔を1秒にしておきます。そうすることで1秒おきにこのプログラムを呼び出すことができます。次にウルトラソニックをダブルクリックしてデバイス ID を選び、ゲージでダッシュボードを作ります。でレンジを0から150にしておきます。最後に超音波センサーをつなげてデプロイをしたら完了です。センサーに物を近づけたり遠ざけたりするとゲージの値が変わることが確認できました。次は IoT ガジェットで使われることの多い API を取り入れたものを紹介します。 API とはアプリケーションプログラミングインターフェースの略で、簡単に言うとサーバーのデータを一般に公開して第三者が簡単に利用できるようにした仕組みのことです。ここではこちらのオープンウェザーという各地の天気情報を提供している API を使い、東京の温度、気圧、湿度、風速を取得します。作業スペースにインジェクト、HTTP リクエスト、4つのテキストノードを配置します。こちらのインジェクトではペイロードを日時にして10秒ごとの繰り返しになるように設定します。次に HTTP リクエストノードでメソッドをゲットにして URL 欄にこの URL を入力します。ちなみにゲットとは URL の中にリクエスト内容を盛り込んだデータの取得方法のことを言います。また今回の API の場合は JSON という形式で返事が来るので、こちらの出力形式は JSON を選んでおきます。このあたりは使う API によるのであらかじめ仕様を見ておきましょう。最後に取得したデータから4つのパラメータをそれぞれ抜き出して表示させます。例えば温度の場合は API の使用ページにあるようにデータ内のメインの階層のテンプの中に含まれているのでメイン .temp と書きます。同じように4つのパラメータをそれぞれ入力しラベル、ダッシュボードを設定したら、このように全てのノードをつないだらデプロイを押します。完了すると10秒おきにデータが更新されるところが確認できると思います。最後は Arduino の開発環境を使ってロボットカーを走らせてみたいと思います。まずは事前準備としてマジックビットに赤外線センサーをはめ込み、公式サイトにあるこのコードを Arduino に貼り付けます。プログラムを実行すると待機モードになるので、シリアルモニターを開いた状態でテレビのリモコンの上下左右のボタンを押します。そうすると画面上にボタンに対応した16進数の数字が表示されるので、この数字をメモっておきます。次に公式サイトにあるプログラム本体を Arduino にコピペし、ここの部分をさっきメモした数字に書き換えます。あとは私が用意したリモコン仕様がサンプルコードの仕様と一部異なるところがあったので、そこだけ修正しておきます。そしてロボットカーにマジックビットと赤外線センサーをはめ込み、プログラムを書き込んだら完成です。電池を入れてスイッチをオンにした状態でリモコンのボタンを押すと、その方向に進んでいくおもちゃができました。チャレンジしたい人はこのプログラムと他のセンサーを組み合わせて、例えば光が当たるところまで走り続けたり、壁にぶつかる前に方向転換するロボットカーなんかを作ってみても面白いと思います。最後に実際に今回使ってみて感じたことをレビューしてみたいと思います。まず良かった点としては、やっぱりアピールポイントでもあった通り、本当にいろんなガジェットに手軽に応用ができそうだと感じたところです。もちろんどんなボードでもセンサーやケーブルを買ってこれば機能を拡張していくことは可能なんですけど、あらかじめセットになっていてそれ一つ押さえておけばいいっていうのは、初心者にとってもとても分かりやすく商品設計がされていると思います。一方で今後の改善に期待するポイントとしては、センサーモジュールをつけた時にロボットカーのタイヤにモジュールが当たってしまうなどの設計製造ばらつきがちょっと気になるところがあったのと、あとはやっぱり価格面で競合と比べてもちょっと開きがあるので、それに関しては今後どこまで下げられるかっていうところは注目ポイントだと思います。はい、ということで今回はこのマジックビットというマイコンボードについて紹介してきました。まだまだ開発途中の段階であるんですけど、これから開発がもっと進んでいって値段が競合並みに下がっていけば、十分に普及するポテンシャルのあるボードだと思っています。今回の動画が皆さんのマイコンボード選びの参考になれば嬉しいです。ということで今回は以上となります。なお、このチャンネルでは電子工作初心者が最低限身につけるべき知識やツールの解説など、電子工作をゼロから体系的に学べる動画を投稿しています。これから電子工作を始める方はぜひチャンネル登録の方を忘れずよろしくお願いします。
この動画についてのコメントやグッドボタンもお待ちしております。それでは良い電子工作ライフをお過ごしください。Thank you.